聞かれたんだよ、カーラ。私はカーラ。こいつはアリス。面倒を見てやれ。カーラ、いい名前。ごめん。PM4 時53分。カーラちゃんだね。さっきの交通事故にあってバッキバキになったって言ってたやつだ。なんかゴーストタウンみたいだね、随分暗い雰囲気だけど、ここら辺は工業地帯って感じになるよね。まあデトロイトだからそうなのか。おっちゃんの名前知らねえな、まだ。車傾いてんな、随分。開ける。はい、全部の操作は自分でやってるから本当にここにいるみたいな気分になってくるな。娘じゃないもの、もしかして。カメラの角度、トットっていうの、可愛い名前してね。並木だけ踏みやらしていこう。はい、ほら来い。うわぁ、めっちゃ工事中。空汚ねえな、曇ってんのか。すそんな怒んなくたっていいじゃん。なんだよ美人じゃない、マジで。お前がいなかったせいで家は俺も自分でも。とりあえず家事と洗濯と料理と、はい、それから、はい、口悪いな、こいつ。アリス、すぐ叫ぶ人嫌いです。そこにいたか。あら、アリス。こいつはアリス、面倒見てやれ。何、宿題とか風呂とか、そんなとこだ。いいな、家政婦さん、はい、っていうか、まあ、お母さん。1階を片付けたら2階を頼む。この感じ見ると多分そうだよね。お母さん代わりになるのかな。このあれをスキャンしよう。よし、やることいっぱい。急ぎの作業と任意の作業。まあね、任せられたこと以外できるっていうのがやっぱプロの仕事ですから、やっていこう。食器を集める食器を集める。どこ、食器。こんにちは。はい、片付けますか。ピザ、何、ゴミをゴミ箱に捨てる。はい、テレビオン。テレビオン、喋った。テレビオンになってる。口でいいテレビ持ってんなっていうか、アンドロイド買えるぐらいだから、そんぐらいのね、やっぱお金はあるんだろうなっていう感じはしないななんて言うんだろう。あれ、何、あれが、あ、おい、これ見えねえだろ。すみませんでした、二度としませんめっちゃ怒られた。私でもイラつくわ、確かに。テレビの前撮られたら。え、侵入禁止、トットがテレビを監視中。これもう一回いけないのかな。いけねえよめっちゃ怒られたもんな食器を片付けるっていうのがあったね。これかな、食器を集めるか。洗う、とりあえず洗おう。うわ、溜まりすぎとちゃう。ん、何、集めてから来いってことですね。すいません、とりあえず集めますか。ん、手に取るっていうのがあったけど、先にしょ、何遊んでんの。お気に入りの人形なのかな、かわいい。アリスちゃんね、いい名前だな。よし、さてさて、これを洗いましょうか。任意の作業。やっぱね、台所とかがね、汚いとやっぱ運気とか下がりそうじゃない。よくわかんないけどさ、そういうこと。風水知らんけど、マジ美人だな、まつげ長、細っ。多分な、なんか喋ってる。何が欲しいんだ。あら、壊れてんの。そういうのもできるんですか。頭の中にインターネット入ってるってこと。うわ、便利。何、電話してんのか。手に入る。仕事の電話。あ、はい。すげえ、コントローラーで、はいはい。これで、タッチパネル。はいはいはい。こういうことね。おお、絶対途中洗えてなかったけどね、今左かね。洗ったの今。こんだけちゃんと人型のやつ来たろ。カーラ、はい、トット。洗ってんだけど。ただいま。一人しかいないんだけど、私。ちょっと、お父さん自分で取ってきてよ。優しいな、私取ってきてるの。一個しかねえや。どんだけ飲んでんだよ。私がやったことじゃねえか。よーし。最近好きなのは一番のやつです。よいしょ。足置くんじゃないよ、テーブルに。あんたゴミばっかり散らかして。あ、ルンバあんじゃん、そこに。あれ、ルンバでしょ。ほら。あれ、動かそうよ。動かせないの、あれ。あ、ほら、動かせるよ、ほら。ルンバつけば便利だし。はい。かわいいね。ウィーン。よし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 。そうそうそう。遊んでるかわいい。何あれ、ゴミ捨てなきゃ。あ、アリス、今すぐにそれをやめろ。子供の無邪気な遊びを、お前。
ったくイライラさせやがって。なんだってんだよ。なんだってんだ、こっちのセリフだよ。テレビの前撮るぞ、そういうことやってた。ほら、俺普通に前撮って、今前撮ってたよね。ゴミ片付けてる分にはいいのか。なんだよ、ゆるい規定だな。さっきまで立ち入り禁止とか言われたのに。はいはいはい。これは？これ違うのか。ルンバ、かわいい。ルンバがかわいい。何？ほら、いじけた、ほら。パパ冷たいんだ。はいはいはい。こっち？玄関の方でいいの？外に出る。はい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 。これ服どういう素材でできてんだろう。どこに捨てればいいですか。そこか。あったあった。これ収集所？先生。しょうがない。すいません。いやー、気分いいくしゃみ出たわ今。はあ。なんかいる。お隣さんだ。こんにちは。バスだ。おしゃれだなーバス。庭、あ、こっちから行けんじゃない？よいしょ。ただいま。ガシャンと。やっぱ外出たからくしゃみが出ちゃったね。すごい怒ってる。どうしたの？トットに報告する。何を？とりあえず庭の様子見に行くみたいなと思ってね。任意の作業してからにしよう。こっちは綺麗なのかしら。あら、まあまあ、アイロンが。洗濯は終わってんの？大丈夫？あとやることない？ちょっと。トット。とりあえず、アリスちゃんが快適な生活をできれば、私はもうそれでいいわ。どなるパパは知らん。こっちはどこに通じてんの？これリビング？あ、リビングですね。よいしょ。あれと、これ？はいはいはい。基本的にアンドロイドさん走んないんだよね、なんかね。まあそれはそっか、RPG じゃないもんね。よいしょと、洗濯物取り込みましょう。はいはいはい。頭が痛くなる。何に？寝不足？よくあるよね、二日酔いとか。アリス！こんにちは、どうしたの？遊びに来たの？アリス、ねえねえ、こっちにもなんか調べられるなと気になるんだけど。あ、なくなってる。今は無理ってこと？ん？あったよね、さっき。もういっか。どうしたの？ねえ。よいしょ。こんにちは。ただいまになるのかな？庭が好きなのかな？よくここで遊ぶの？忘れちゃったからね、こっちのとこで。もう一回教えて。お、中立。転校、学校、遊ぶ。遊びたいね。退屈そうね。そうしよう。私と一緒に遊ぶ。お、仲良くなった。親密。もう行っちゃった。ちょっと距離詰めすぎたかな、急に。あ、でもそうか、向こうからしたらなんか急に知らない人みたいになって帰ってきちゃった的なことになるのかな。ほら、あ、顔置かないと調べられないのかな。あ、ちょちょ、どこに行く気なの、あなた。よいしょ。まあ洗濯物を戻しましょう。こっちかな、さっきアイロンがけのやつあったからきっとこっちだと思う。よいしょ。うい、力持ちだな。はーい、どこに置けばいいですか。ここか。え、ここに入れんの？もう一回洗濯すんの？あんなわけないか。置くと、手に取る。え、それ洗濯したやつじゃないの？干してたよね、さっき。よいしょ。洗剤。ん？どうしたの？洗剤の。あ？何これ？何？え？レッドアイス。え？何？アセット。うわー、びっくりした。おい、俺のもの漁るんじゃねえ。イライラするんだよ。絶対ダメなやつだ、これ。すみませんでした。赤くなってる。いいか、俺を怒らせたくなきゃ二度と触るんじゃねえぞ。すいません。怒らせたくないだ。はい、トット。いやー、ちょっと思ってたより深刻かもしんないぞ、この家。あ、アリス。ごめんね。びっくりしたね。いやー、なんだこれ。もしかして結構、やばい。あ、結構ドバッと入れたな、今。結構もしかして、問題あり？今の、いいイメージがないな、袋に入った何かっていうのは。よいしょ。よし。よし。よし。1階の掃除を終わらせる。
1階の掃除終わらせる。1階は終わりました。はい、2階に行きます。2階に行きます。やることやって俺のことをほっといて。このぐらい報告したっていいでしょうが。最初ほうれん草。え、ねえ、もうとっと、なんかやってんだけど。おい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 、おねえ、いや色やば、絶対ダメでしょこれ。これじゃレッドアイズ。あ、絶対ダメだ。怖い怖い怖い、吐血したみたいになってんだけど。ねえやめてよ。ちょっとごめん、庭もう一回行っていい？さっきなんか調べられるとこなかったっけ。あ、出らんないわ、戻ります。こっちからなら出られるのかな。ごめんね、行ったり来たり、すいません。ちょっと見たいです。出らんないです、諦めました。2階に行きます。いや、トットやべえな。え、てかアリスどう思ってんだろう。そりゃこうなるよな。ごめんねアリス、話しかけられる、話そう。ちょっともうケアが心配マジで。大丈夫？そのお気に入りなのかわいい人形 ね、名前は？何？うん、教えてくれない。かわいい。いや、なんかさっきもやっぱりちょっと言ったけど、あれなんだよね、知らない人になって帰ってきちゃったみたいな感じがしてるのかな。やっぱり名前つけて仲良くしてたのにって、メモリーが消去されましたって言ってたもんね。うん、ちょっとな、そうなるとちょっと交通事故っていうのもちょっと怪しくなってくる気がするな。ちょっと、お、トットの部屋を片付ける。はい、よし、オッケーオッケーオッケー、やっていこう。片付けましょう。どうやったらこんなに散らかせんだよ、すごいな、暴れたとしか思えない。これ雑誌かな、オールスポーツ。見つけた記事はボーナスページで読み返すことが可能と。はいはい、命のまあこういうのはちょっと、まあ後々ボーナスページで読んでいきましょう。はい、整える。ベッドメイク。あ、ねえ出たこれ。ねえ、ホテルとかでさ、泊まってさ、シーツ下に入ってるやつあるじゃん。あれどこまで足入れていいのか分かんなくない？で、なんか、敷布団なのかどうなのかみたいな、あの基準難しいの、教えてほしいんだよね、誰かに。汚ねえ。まあ、いろんな種類飲んでるね。ポテチ食いたくなってきちゃった。美味しそうだな、今散らばってたやつ。湿気ってっかな。アンドロイドって飯食うのかな。そこら辺の事情が分かんねえな。あとは、うん、これも手に取る。うん、何これ。ビタミン剤？抗うつ剤。おお、なるほど。行動障害のこの、銃あるけど。ねえ、閉めます。なんかアンロックした。何？なんかちょっと物騒な気がするな。とりあえずギターやってたのかな。よいしょ、だいぶ綺麗になってきたね。換気し、うん、テレビ、えい。すげえ便利じゃん。それではスポーツです。はい、なんかやってる。何これ、かわいい。アニメ、うん、雇用、あ、やっぱ雇用者数がどん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 減ってるんですね、こういう風に。オッケー、下で見てたやつね。ニュースと。で、これで全部かな。はい、ちょっと、よくわかんなかった。L に換気、大事。えい！コントローラーを上に上げるっていうのをちょっと上げすぎたんで、今肩が痛かったです。片付ける。はい。全部片付けましょう。なんか落ちたよ。よいしょ。何？え、記録なった？何？教えてー。何？気になるんだけど。さっきもだってレッドアイスとか見つかっちゃったしな、もやもやするな。はい、やだ、ちょっと暴力反対。怖っ。何？トイレを掃除する。はい、トイレね、汚ねーな。よいしょ、片付けます。早っ。いいね、トイレ掃除ささっと済ませてくれるっていうのは助かるかもしれない。こっちは、よしよし、やっぱアリスがね、全てはアリスが快適に過ごすための、もうそのためだけに私は今動いてます。パパ心配だな。あ、お部屋のお片付け、ごめんね、お邪魔するね。
と。何からしようか。2分で終わるからいい？アリス、これを見てみよう。お、アルスイングマンだ。不思議の国のアリス。そうよね。ね、アリスが呼んでるアリス。いいね、なんか可愛いね。可愛い部屋だね、随分。よいしょ。ベッドも綺麗にしましょう。枕をふかふかにさせる術を知っている。素晴らしい。よいしょ。それやんない方がいいと思うね、私。マジで声を大にして言いたい。それ結構寝づらい、マジで。寝返りが打てないんだよね。部屋の換気をする。なんかさっきさ、なんか見るものあったよ。これ何？あ、宝箱的ないですか。ごめん、触んない方がよかったかも。ごめん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 、アリス、ごめんね。よいしょ。おー、偉い。踏まないように歩けるアンドロイド、素晴らしいね。何が大事か分かってるね。こんにちは。ごめんね、まだ開けるよ。やっぱね、空気の入れ替えしないと。絶対こもってるし、ここ。ん？何が？役に立ちそうなアクション。なんかよくわかんないけど。よいしょ。アリス。アリスの情報を友達お願いする？友達？私が初期化されてしまう前のように。ああ。またお友達にならない。そうだね。カーラの名前、好み、無口、母親は絶対聞いちゃいましょう。カーラの名前。カーラの名前つけてくれたんだもんね、アリスが。あなたが名前をつけてくれたの？そうなの？カーラ、いい名前。ね。何からつけたの？知りたいな。好み、無口。まあ無口は気になるけど、原因があるかもしれないでしょ。あんまり突っ込まない方がいいんじゃないかな。好きな遊びとか場所とか。そうそうそう。食べ物知りたいね。作ってあげたいし。私に教えてくれない？この2択選ぶ？そっとしておくっていう選択肢が出たし。無口、いい、聞いてみるか。無口なのね。怖がらないで。うん。ごめんね、なんかね。あ、逃げちゃった。ごめん、変なこと聞いた。ん？何？ルート解除。え？なんかもらった？チョコとかだったらどうしよう、可愛くない？何？鍵？え？宝箱の鍵くれたの？めっちゃ可愛くない？何それ、超いい子じゃん。ごめんね、無口とかなんかあんま言わない方が良かったかな。ちょっと迷うな。もう選んじゃったから遅いけど。よいしょ。開けられるから、まあくれたし開けてみようか。なんか何入ってんだろうかな。好きなものとかのヒント入ってんのかな。可愛い箱。よいしょと。あら、トットとの写真。わあ、四つ葉のクローバー。いや、微笑んで、マジ人間じゃないの？アンドロイド。いや、アンドロイドがどういうものか知らないけど。母さんと、ん？え？家族写真？ん？まあいいか。アリスか？金髪だ。なあ。アリスかな？よいしょ。色素薄かったかな？あら。何これ？トットとアリスとカーラ。おっと、マジ？やっぱそういうこと？赤くなった。トットがカーラを壊したっていうことか。これはそうだよね、あのイラストの感じと。うわぁ、マジか。アンニャロー、よくも抜け抜けと交通事故でとか言ったな。なんかあったんだ。あ、見るだけかな。あ、カメラ勝手に回転しちゃった。よしよし、これで全部だろうか。ちょっと、この家やばくない？命の危険を感じるんだけど。命の危険というか、買い替えなんていうの、修理の危険。おもちゃ踏んだら痛いよ、これ。レゴブロックとか昔踏んだな、よく。何してる？あ、遊んでるの。喋った。遊んでる。ちょっとやばくない？こう思ってんだろう。結構やばくない？親父はクズだって。
だいぶやばくない？仕事もねえ、会社もねえ、負け犬だってか。そうだな。俺だってこれでも努力はしてんだよ。何にも言ってないじゃん。でもどんなに努力してもいつだって誰かが邪魔すんだよ。あ、もうやめて、そういうのダメ。お前トラウマ残りでしょ。憎いんだろう。言ってないって。あー、危ない危ない、危ない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 、憎いんだろう。あーねー、俺は泣いてるじゃん。俺は何してんだ。うわ、ごめんよアリス、許してくれ。それダメなパターンだってば。父さんもお前は愛してる、分かってるだろ。パパ病院行き。それ一番ダメな繰り返しのパターンじゃないの。新たな我が家。おお、結構アンロックしたね。はい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 、新たな我が家見てこうか。全世界の選択と。はいはいはい、 92% コンプリート。ね、世論っていうのが気になるな、これ。アリスは信用です。帰宅しました、トットについて。ここでももうなんかあんだよな、この2個。気になるな、これが何なんだろう。1階を掃除してる最中にまだやることがあったってことだね。基本的にまあみんなやることは一緒か。半分ぐらいは同じことを言っているね。やってますね。99%、99%、99%、85%。85%? あ、薬か。カーラが銃を見つける。はいはいはい。もうここら辺はみんなやってるね。命の値段を読む。これはあれですね。見つけた雑誌だ。アリスから鍵をもらう。掃除を終えましたと。いやー、この家ちょっとやべえかもしんねえぞ、ほんとに。トットとの関係性を修復していくっていう流れになるのかな。どうなんだろう。うん、とりあえずみんなが平和になってほしいと思う、私は。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。よろしかったら、チャンネル登録、高評価とよろしくお願いいたします。これからもじゃんじゃんゲーム動画アップしていきたいと思いますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。忘れないで、これは私たちの物語。